タートのことを聞きたいんだけど、はい、オーディションです。どういうふうにそのオーディションをやった？ちゃんと台本があるので、もうその台本を読んでそのカメラの前でお芝居をして、それを送る。あの本当監督いわくその時に感じたエネルギーが、あのちょうど監督が探し求めていたエネルギーだったみたいなことをさっき取材で知りました。すごい、今日まで知らなかったです。でもちろんね、原作はとても有名なので、ただもう80年代だから、こう目にしたことはあったりとかも？実はなくて、監督から原作読まないでくれ、見ないでくれ、あの囚われたくないので、うん、あくまでも令和の聖夜を僕たちは一から作るから、トメック監督そして車田先生の聖夜なんですよ。なので脚本読んでる時点で、うん、想像はある程度はしてたんですけど、うん、こうなるのかと。監督すごいと思って、本当にカーアクションだったり、上空ヘリから飛び降りるシーンとかだったり、あれ撮影してる時も知りました。もう鳥肌ずっと立ってました。本作で激しいアクションに挑戦した真剣佑さん、撮影のために行ったトレーニングについて伺うと、1ヶ月間週5なので、朝から夕方までずっとアクションです。ずっと動いてるんですよ。本当に誰に見られても恥ずかしくないような体に仕上げなければいけないのために、その週5のトレーニング終わりでジムに行き、ジムは週7で行ってました。現地のトレーナーさんが、ドウェイン・ジョンソンとか、はい、スーパーマンの方とか、はい、見てる方なんですよ。ついてもらったトレーナーさんが、今までパーソナルトレーニングはたくさん受けてきましたけど、これほど休みなくみっちりと見てくれたトレーナーさんっていうのは初めてだったので、食事管理からこの当日とか水抜きとか、もう当日もう意識朦朧としてました。わかんないもんね。そう、水分足りないし食べてないし、本当1回しかできないです。もう次はもう脱がされないことを願ってます。いやまあでもあれば全力でやらせていただきます。はい。